おはこんにちこんばんは、偉人ペディアのお時間です。本日は世界で関連ソフト3億6800万本以上も売り上げる人気大ヒットゲームポケットモンスターが生まれた経緯を、その生みの親田尻聡の反省とともに解説していきます。これを見終わった後のあなたは、おそらく明日のヒントをゲットだぜなんて言っちゃうんでしょうね。ポケモンから学ぶ成功のヒント3選。まずは1。新しいゲームには新しい動詞が必要から紐解いていこう。田尻聡とゲームの出会いは中学生の時でした。友達の間では1978年発表のスペースインベーダーが大流行り、聡もその魅力に夢中になっていました。そのハマり方は異常で、少ない金額でより強くなるため、他の人のプレイを観察したり、インベーダーが画面の左右に移動する周期を計算するなど徹底的に研究。そして攻略法を編み出したサトシは、ゲーマーの間で名が知れ渡るほどの腕前になっていきました。ゲームのことが四六時中頭から離れないほどにハマったサトシは、次第に自分でも新しく画期的なゲームを作りたいという気持ちが強まっていきます。インベーダーで発揮した攻略法を見つけるための研究心が、今度はゲームの中身の研究へと移っていったのです。ある時サトシは、新しいゲームに欠かせない一つの条件があることに気がつきます。インベーダー、パックマン、そうか、新しいゲームの仕組みは新しい動詞が必要なのか。ほら、インベーダーなら撃つ、パックマンなら食べる、これは今までのゲームの辞書にはなかった動詞なんだ。新しい動詞、その発見はサトシのゲーム制作意欲をかきたてました。早速サトシは新たな動詞跳ねるを使って、階段上の迷路の中を飛び跳ねながら進むゲーム、スプリングストレンジャーの企画書を書き上げます。それをゲームアイディアのコンテストに送りました。このスプリングストレンジャーはコンテストで見事一等賞を受賞。このことがきっかけで、サトシは学生としては異例のセガの外部アイディアスタッフとして迎えられました。これからは自分のアイディアがゲームとして売り出されるんだ、やったー、頑張るぞ。サトシが発見したこの新しいゲームの共通点は、1989年、任天堂からゲームボーイが発売されたことによって新しい可能性の扉を開きます。これがゲームボーイか、すっごいな、この通信ケーブル一つで友達のゲームとつながることができるなんて。友達のゲームと自分のゲームをつなぐ、つなぐって動詞は新しいんじゃないか。このことがきっかけで、つなぐ、交換するというゲームの核を持ったポケットモンスターの原型が生まれることになります。続いてのヒントは2。ポケモンはモンスターじゃない、本物のペットだです。ポケモンのキャラクターデザインを担当したのは、サトシがその絵のタッチに惚れ込み、共にゲームを開発してきた杉森健でした。杉森はポケモンのプロジェクトが始まると、その世界観のイメージを詳細な絵コンテに書き出しました。当初杉森はモンスターという言葉に着目し、ポケモンの多くが怪物や怪獣に近いイメージで描いていました。その絵コンテを見たサトシは杉森に助言します。ポケモンは人間の敵ではなく味方となる存在なんだよ。それから杉森は実際に存在する生き物たちをヒントに、親しみやすいモンスターデザインの作成に着手しました。ポケモンはペット、ポケモンは人間の味方という概念はバトルシーンにも利用されます。サトシはバトルシーンに、犬の散歩中に突然バトルが始まった、そういう状況を演出してほしいと注文をつけます。それまでゲームのバトルシーンは敵だけを正面に捉えたアングルか、両者を真横から見たアングルが主流。ポケモンはその両パターンとは違う、敵と向き合い自分を守ろうとするポケモンというアングルを開発しました。ポケモンの交換シーンも本当のペットとの別れを思わせる演出です。画面内の交換パイプの位置を
ケーブルの位置に合わせポケモンが本当にケーブルの中を通り抜けていくかのようなアニメーションをつけます。そしてケーブルを通過するときはポケモンが別れを惜しんでいるように鳴き声を聞かせました。これらの演出がポケモンを本物のペットのように可愛がる子供たちを生み出していき、ポケモンの人気を支えることになりました。最後のポケモンから学ぶ成功のヒントは3、アイディア一本勝負に逃げるなです。ポケットモンスターはプロジェクト開始から6年という長い年月を経てついにサンプルロムを完成させました。サトシはそれをチェックしてもらうために石原プロデューサーの元へ届けました。ところが数日後、サトシの元に石原プロデューサーから驚くべき電話がかかってきます。田尻君、このゲームで何が言いたいのか全然わからない。ゲームの大きな枠組みはいいんだけどね。もう一度シナリオを書き直したらどうだろう。サトシは大きなショックを受けました。石原プロデューサーの言葉が図星だったからです。自分でもやり残した部分があるように感じていました。アイデアに自信があったことが逆にシナリオがおろそかでもやっていけると思い込むきっかけになっていた。自分の傲慢さに気づくと同時に、これまで共に戦ってきたスタッフに対して申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。サトシはスタッフや仲間への申し訳なさをバネにシナリオをもう一度書き直します。何のために自分はこのゲームを作ってきたのか、その問いと真正面から向き合い直したのです。ポケモンを遊んだプレイヤーが遊んで楽しいだけではなく、プレイヤー自身も成長するシナリオを書こう。サトシはポケモンの核を再度見つめ直し、その核を磨き続けます。徹夜を何度も繰り返し、半年間もかけてやっとシナリオを完成させました。それによりポケモンはアイデア一本勝負ではなく、シナリオも面白いものになり、完成度は格段に上がりました。そして1996年2月27日、ポケットモンスターは発売されます。初代であるポケットモンスター赤緑は全世界で約3000万本を売り上げ、歴史的ヒットゲームとなりました。ポケモンは今や世界中のファンを獲得し、発売から25年が経とうとする現在でも人気タイトルの一つであり続けています。いかがでしたでしょうか。ポケモンから学ぶ成功するヒント、皆さんはゲットできたでしょうか。これからこのチャンネルでは現代の成功者たちの人生や成功レッスンを投稿していきます。よろしければチャンネル登録をしていただけると幸いです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。